謎の男、その名はライダーマン。偉大なるデーストロンの資料、今ここに最高幹部によって結城ジョージは死刑と決定いたしました。分かった鎧元帥、結城ジョージは殺すには惜しい科学者だな。資料、お言葉ですが、結城ジョージはこれまでに数々の裏切り行為をした男です。最高幹部の決定は私の決定と同じだ。結城ジョージの死刑を命令する。では早速。デストロンの科学者結城ジョージは裏切り者として死刑を宣告された。だがそれは結城の力を恐れる鎧元帥の罠だったのだ。無実の結城ジョージにデストロン処刑部隊が襲いかかる。元帥のところに連れて行く。鎌首亀、俺の力を知らんな。行くぞ。やあやあ。ライダー V3 と違うな。貴様何者だ。復讐の鬼だ。なんだと。鎌首亀、俺の力を知らんな。息の根を止めてやる。やあやあやあ。自らの右腕を改造しライダーマンとなった結城ジョージ、強敵鎌首亀を粉砕したものの、彼の裏切りの罪が晴らされたわけではない。デストロン科学者結城ジョージの孤独な戦いが今始まる。